はい、吉谷さん、確かにね、前提条件によってやり方って変わってくるんですよ。まあ、例えば塾生さんがその有料オフ会という建前で集まった場合は、どういったところからスタートすればいいかとかね、もう信頼関係できてるわけですから。それから少なくとも私がそのセミナーでオフ会かうまいこといくことをみんな期待してるんで、じゃあ協力しようかなっていうバイアスも働いてると思うんですよね。まあそこに私は、まあ、乗っかってほらねっていうふうなことをやるのが外部に向けてのまあちょっとねポジショニングになるかなっていうところもありましたんでね、複雑な要素を絡み合わせてそういったことになってるのかなと思います。まあ塾生さんにしてもね、道端に落ちてる石をなんか売った人がいるよみたいな切り口から、その人はこの人だよっていうことで、まあ速稼塾の宣伝ができて、しかもそこに属してるのは俺だよみたいなね、まあ、そんなとこに来れるのはまあ想像に難くないかなと。そういったいろんな思惑があるからうまくいくってところもあったと思いますよ。